そうですね、まあ、たくさんの新加入選手がいますし、特に、まあ、キャプテンで入ってきた、まあ、柿谷ですよね、はい、まあ、彼の存在はかなり大きいと思いますし、27日に行われた仙台大学とのトレーニングマッチではハットトリックを達成しています。ここで受けてホヨンジュン前を向く、仕掛けていって右を振ってきた、キーパースアレスの正面です。よりこう攻撃的に人数をかけていこうというところで、まあ、2トッププラス2シャドウという感じはあるでしょうね。相良が中に切り込んでいく、前ではホヨンジュンが受ける体勢、逆サイド、マスマ上がってきたが相良狙ってきました、枠の上。そうですね、かなり両ワイドもこう高く取って攻撃に出ようというところが見えますね。西野受けて西谷に振った、左サイド得意のポジション、中に切り込んで杉本ワンタッチで入れる、もう一度ワンツー後ろから狙った、白井のミドルシュートでした。西野は中寄りにポジションを取る、浜下逆サイドで西谷の手が上がる、今いますがクロスを送ってここは弾く回数、後ろから富山が来た、枠は捉えていました。胸トラップしてから落ち際をしっかりとこう叩いたボレーシュート、まあ、枠いってましたし、まあ、非常にいい攻撃でしたね。ただ林も、ね、しっかりと反応して、まあ、コーラーキック逃れたというところではいいプレーだったと思いますね。そのマセが、あ、いや、ゴーケです、ゴーケからパスが出て仕掛けていく、シュートフェイクから相良のシュート、ここも前から行く、もう一度相良奪う、1人かわした、カカの足が出ます。右サイドに西野が受けて、後ろから白井が走り込んでくる、様子を見て渡りのクロス、逆サイド合わせた杉本、キーパー林の正面でした。さあ裏に抜けてホヨンジュン、ホヨンジュン一人になる、ホヨンジュン駆け込んでいく、カカが滑り込むがまだホヨンジュンキープ、しかし最後かき出しました。まずは仙台ホヨンジュンに当てて、マセからもう一度ホヨンジュン、2人かわしてクロス強引に入れてきた、こぼれ球エベルトン、これは枠の右、左サイドで木田、ホヨンジュンが中に入り込んでいく、中央はエベルトン、木田直接したこぼれた、エベルトン押し込めない、2度にわたってチームを救いましたスアレス、出ましたし、手前でワンバウンドすることでスアレスのセービングも難しくなったんですよね、はい、そのこぼれ球エベルトン狙ってましたけど、よくここスアレス体に当てましたね。この後もすぐ反応して、まあ、少しですけど体勢を立て直したこと、ホセアウレリオスアレスです。中島の手が上がる、グッと曲げて姿、先制は仙台、試合時間52分、移籍後初ゴールになりました姿正宏、1対0、またしても先制を許しました徳島、まあ、1本目はこのニアで相手の意識があったと思うので、まあ、この2本目に関してはファーで、まあ、姿のこう高さを生かしていこうという対空時間の長いボールで、まあ、ジャンプして、まあ、上からボールを叩いているような状況ですから、はい、まあ、相手も飛んでるんですけども、その上を行った、まあ、姿の小勝負というところでしたね、まあ、余裕があった分コースもしっかりと狙ってますし、まあ、ゴールマウスギリギリのところを狙ってましたね。そして直前のプレーで今西谷にイエローカードが出ました。裏に抜けたホヨンジュン、ホヨンジュン仕掛けるマイナスのクロスシュート来た、ビッグセーブスアレス、